その話は違っていると思います。私とご夫人と、そして秘書の方がいらっしゃいましたが、秘書の方は、直前にお人払いをされましたので、2人であります。西田昌司君。この堂々巡りの話になりますが、とにかく私は今のあなたの証言を聞いてましてね、要するに自分の都合のいい事実はそういう形で見えるけれども、それが事実かどうかということに証明ができないんですよ。籠池氏の主張に対する反論は、公明党の竹谷議員からも。安井夫人から寄付を、100万円を頂戴したという時に、それは封筒に入っていましたか？はい、封筒に入っておりました。その封筒は残っていますか？その封筒は残っておりません。さらに、竹谷議員は、令状を出していない点も不自然だと追及。ちょっと粒が残った、ちょっとも残していない、そしてお礼状も出していない、私には100万円の寄付がなかったのではないかというふうに思えてなりません。こうした中、籠池食べたね、100万円の寄付金を受け取って足りないだろうけどね、秋夫人に対して我慢してね、応援料を渡した。ああ、美味しかった。よかったね、よかったね。うん、美味しかった。